突然ですが、皆さん物を考えるとき何を使って考えますか？そう、脳ですよね。脳は特殊な訓練を行うことによって特定の対象物に特化した領域を発達させることがあるんです。まあ特殊な訓練っていうとなんか、まあ、戦闘民族みたいなイメージを持っちゃうと思うんですけれども、今回その特殊な訓練っていうのはある架空の生物の名前や性質などの特徴を脳の発達段階で組み込んでいくっていう訓練なんです。つまり子供の頃熱心にポケットモンスターシリーズをプレイした子供たちは約数百種類に及ぶポケモンを瞬時に区別するのに特化した特殊な脳領域を発達しているというお話になります。はい、どうもサオでございます。最近4ヶ月前に撮ったのを編集してみたシリーズあると思うんですけど、まあ、今度台本だね。4ヶ月前に書いた台本を、まあ、録音し編集していくというスタイルになります。まあ、本日は少し前に話題になったポケモン細胞というものをね、真面目に解説していきたいと思います。皆さん、ポケモンをプレイするにあたって、なんでこんなに大量にポケモンがいるんだろうと思いながらも、そのすべてのポケモン、まあ大体ですよ。まあ、進化前とかわかんないポケモンとかは、まあ、覗いても大体のポケモンの特徴とか、あとは特性とか、まあ抜群を何でつけるのかみたいのは、瞬時にわかる方結構多いと思います。それってなんでなんですかねっていうところの研究なんですけれども、先ほど言ったポケモンに特化した脳領域の発達に関する論文、こちらが2019年5月学術誌 Nature Human Behavior で心理学者のジェシー・ゴメスさんによって書かれた論文が掲載されて広まったのがポケモン細胞というものになります。この研究の発端は、ある特定の画像にだけ反応する細胞群があるという先行研究によるもので、まあ、フレンズに出演していたレイチェルを演じたジェニファー・アニストンが出てきた時だけに反応するジェニファー・アニストン細胞というものがこの研究の中では有名なものとなっています。これはですね、まあ、ポケモン細胞って調べると大体の記事にでも載ってくるような一番有名な先行研究とされております。ただこの特殊な細胞群が、発達段階でどのように学習され発達されていくのかがあまり分かっていなかったんです。で、これは理由として2つの原因があります。まず1つ目、幼少期から特殊な視覚刺激を多く受けた状態の人を実験段階で何人も用意しなければならないんですね。まあ、実験参加者の方を。なのでこれ言い換えれば半生を監視するみたいなイメージになります。そして子供の頃に同じような刺激を8時間ぐらい与え続けなきゃいけないんですね。まあ、例えば何でもいいんですよ。うんちでもいい。まあ、そういう刺激を幼少期から与えさせなきゃいけないんですけれども、それは倫理的に NG なわけですよ。そしてもう一つ、その特殊な視覚刺激が及ぼした効果の測定は実験準備に投資する時間も膨大になるので、時間的にも現実的ではないんです。この二つがあるので、この特殊な細胞群がどのように発達するのかっていうのが現代の倫理的に不可能であり、まあ、時間的にも費やせないですよね。倫理的にダメなものに時間を費やすっていうのも変な話になるので、まあ、そんなわけであまり分かっていなかったんです、この特殊な細胞群が。なので長い間実験は行われていたんです。倫理的にアウトなので、まあ、猿を使った実験が主流とされてきました。しかし先ほどのゴメス氏は学術誌の中で1990年代がすでに下準備をしてくれている。私はポケモンをプレイしてきた世代だ。ポケモンというゲームでは何百種類に及ぶ様々なポケモン、カッコキャラクターを区別することがゲームプレイで必要になる。こういうふうに、おっしゃっているんですね。ポケモンが新たなタイプの視覚刺激、先ほど言っていた新たなタイプの視覚刺激と仮定すると、タイプや名称、特性、鳴き声、その他様々な種類の判別ができる。これはつまり幼少の頃に特殊な刺激を受けている実験参加者がポケモンによって作られているんじゃないかっていうお話なんですよね。先ほどから倫理的にできなかった特殊な視覚刺激が及ぼした効果の測定というものが、幼少の頃からポケットモンスターに触れてきた、子供たち、まあ、今ちょっと成人している方を使ってできないのかというお話になります。なのでポケモンを遊んだという経験自体が
この実験を代替しうることに気づいたのだと言っています。ゴメス氏は証明するために脳スキャンを使った実験を行いました。ゴメスさんが実施した実験はポケモントレーナー、まあなんか論文の中ではポケモンマスターと言ってます。ポケモンマスター、11人、これ平均年齢が 29.5 歳、そして、ポケモンをプレイしたことがない対象群、まあ一般人と言っておきましょうか。ポケモンマスターと一般人、それぞれ11人ずつ計22人を集めました。そして被験者には8回に分けて、初代のポケットモンスターに登場する150体のポケモンの画像および普通の動物、そして人間の顔、車、言葉などの画像、そして別の漫画のキャラクターの画像などを見せ、その際に起こる脳の反応を MRI、fMRI でスキャンして観察しました。まあ、つまり、ポケモンを見せた時と他の車とかを見せた時にどんな、脳の反応の違いが見られるのかっていうのを、ポケモンをプレイしてきた人11人とポケモンプレイしてきてない人11人の中でどういう差が出るのかっていうのを見るための実験です。で、この実験の結果なんですが、幼少期にポケモンを、熱心にプレイしてきた被験者11人は他の画像、他の車とかアニメの画像よりもポケモンの画像を見せた際に、脳の高等側頭と呼ばれる領域が活発に反応したのに対して、ポケモンを全然プレイしてこなかった人たちは、動物の画像を見せた際に、高等側頭後が反応し、ポケモンの画像を見せても反応は見られませんでした。つまりポケモンマスター11人はポケモンのキャラクターに対して対象群よりも、脳スキャンデータの中で強い反応が見られましたよということで、動物の方にも強い反応を見せていいんじゃないかって思いますけどね、ポケモンマスターの方も。で、こちらのポケモンマスターたち、参加者はみんな、子供の頃に毎日何時間もポケモンをプレイしてきたっていう人々なので、先ほどの8時間に及ぶ長い視覚刺激っていうのは受けている人ってことになります。そして補足なんですが、どの画像でもポケモンキャラクターに反応する明確な活動パターン、特徴的な活動パターンが、同じぐらいの領域に見られましたということなんで、ポケモンを現実世界のものとして見なして認識しているみたいなイメージになります。アニメっていうカテゴリー、人の顔を判別するカテゴリーみたいなのが脳の矢の中にあるんですけど、その中でポケモンに親しんできた人はポケモンっていうカテゴリーがちゃんと脳の中にあるよっていうイメージだと思います。そしてこれで面白いのがですね、先ほどのポケモンに親しんでこなかった対象群の11人はピカチュウやピッピなどを一般知識内で理解しているってことになるんですね。なので、ポケモンを見せてもアニメのキャラクターっていうカテゴリーでそのピカチュウを処理するんですが、ポケモントレーナーたちはポケモンですっていう風に判断するよっていう、こういう脳の刺激の違いがあるんですよ。なので同じピカチュウという視覚刺激をどのように捉えているかっていうところで脳の反応の差異が生じてるらしいんです。分かりにくいですよね。僕も全然分からなくなってきたので、こんな説を紹介します。変身バイアス、エキセントリシティバイアス、これはある視覚刺激に特化した、先ほどで言うとポケモンに特化した脳領域が発達する場所は、それを視界の中央と周辺のどちらで見ていたのか、並びにその物体が視野のどれくらいの範囲を占領していたのかによって決まるという話で、何言ってんのか分かりませんよね。ポケモンって非常に画面内では小さく収まりますよね、こんな風に。なので自然とポケモンを見ている間、網膜の中心部、先ほどの視界の中央の一番視力が集中する場所、視力が高いっていうイメージですね、の領域にポケモンって自然と収まるようになってるんです。だからこそそれを認識する独自の脳の矢が発達できるらしいんです。なので人間が見ている画像のサイズと、それを視野の中心で見ていたのか、それとも周辺の視野で捉えていたのか、脳のどの領域がどう反応するかっていうのを予測できるっていうのが変身バイアスになります。子どもの頃ポケモンという刺激を注視してタイプ、名前、特性などを判断するっていう特殊な経験ですよね。ゲンガーを目の前に捉えます。これは毒タイプです。地震を打ちましょう。冬だから地震は打てません。
じゃあエスパー技で攻めましょう。まあこれ今冬じゃなくなってるんですけど、一番わかりやすい例えなんで。っていうこの特殊な経験、視覚情報を使った特殊な経験と判断が、独自の脳野を発達させているっていうことですね。なので大人になってもなおポケモンは特殊な刺激として脳に染み付いているんです。だから今でも瞬時に何百種類のポケモンを瞬時に判断できるというわけです。これはもうみんな心当たりありまくりだと思います。まあ廃人だからとか関係なくて、まあ子供の頃に特殊な引き出しを作って、そこからどう情報を出していくか、そして特殊な引き出しはすでにできているので、大人になってからもうそこの引き出しにポケモンの情報は入れやすいっていうわけなんですよね。これで若干分かったかなって思います。まあなかなか難しいんですが、これ新ポケモンが出てきた時、これなかなか覚えられねえじゃねえかよっていうね、ファーストインプレッションを感じますよね。だけどまあソードシールドでも、新ポケモンが 何匹というか多く登場したんですけど、 1,2 週間経てば自然と大体の名前とタイプを覚えられましたよね。まあ動画で見たりとか、実際に、技を当ててみた時に、抜群かどうか、今一つかどうかだったりとか、そういう経験が非常に吸収しやすいんですよ。昔からポケモンを親しんでいる人は。それはあなたの中のポケモン細胞がポケモンをポケモン細胞、特殊な矢で判断しているからなんですっていうのが、まあこの論文の概要なんですけれども、まあそんな話なんですけれども、ゴメス氏はこういうふうに締めくくっています。私たちを制約するものは脳そのものの機能ではなく、子供時代にどれだけ多くの経験をできるかなのですっていうことです。様々な脳の矢を発達させて視野を広げることができるかもしれないという。でもちろんこの結果自体はなんかポケモンに限らず、子供の頃から慣れ親しんだコンテンツやなんか人物、まあ、先ほど言ったドラマの人物とかでも同じ影響が起きるようなので、まあ、デジモンとか、あとはメガテンとかでもできてる人がいるのかもしんないですね。まあ、というのがポケモン細胞の説になります。まだこの実験自体はなんか不完全なところもあるみたいで、しかも僕の説明がっつり抜粋して説明してるみたいなんで、まあ詳しく知りたい方は元の学術誌や、まあまとめサイトとかを見てみたら分かりやすいかなって思います。まあ不完全ってとこなんで、まあそこだけは注意してください。それでは今回はポケモン細胞について話してみました。楽しめましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。